AI はちょっと活用してるだけで、なんというか、はい、自分でやった方がまだまだより正確だなと思うことも、はいはい、多いんですけれども、はいはいはい、今後、まあ、将棋なんかいろんなソフトもあってですね、はいはいはい、もうそういった AI が、はい、本当プロの強い方に勝ってしまう。アルファ碁っていうのは多分パターン加工の、はい、そうですね、勝負の、まあ、はい、その勝った勝負負けた勝負の、はい、なんというか大まかな パターン認識をしてるんですか。ちょっとアルファ碁の場合は基本的に基礎部分は人間の棋譜を使って、そこからあとは機械同士の対戦で強くしていく。で将棋の場合も実はそうなんですけど、データがあるかどうかってすごく大事なところで、多分医学の世界だと大量のデータがあると思うんですけど、将棋の世界だとまだせいぜいあっても10万局、今データベースに入っているのは10万局しかないので、全然データとしてはまあ価値があんまりまだ高くないっていう。あともう一つはそのハードウェアのところで、まあ、ハードが進んでくると、まあ、非常に進歩するっていうところがあります。普段将棋をされてる時っていうのは、はい、まあ、全ての可能性を考えてベストな手を打たれるのか、はい、そのいろんな場面でやっぱり勘っていうのはあるんですか。ほとんど勘です。 あんまり何ていうか、はい、先のことを読んでも、はい、あっという間に何千手とか何万手っていう手の数になってしまうので、多くて3つぐらいの手しか一つの場面では考えてないので。先ほど AI のことをお伺いしたのは、自分たちのやってることが将来的にこう AI で全部置き換わってしまうのかなという、はい、自分たちがその4つに行き着いた秘訣はやっぱり勘、はい、だったんですね。あ、はいはい、もう はい、なんだか知らないけれども、はい、まずこれでやってみようと、はい、この印象は絶対、はい、いい試したいという感があって、はいはい、だから問題は AI が僕たちが勘と言っているものを、はい、彼らが再現できるかどうかで、はい、しばらくは難しいかもしれないんですけど、そのうち、はい、AI がもう相当の部分本当に、はい、やっちゃうという時代はやっぱり来るのかなっていう、はい、今医師がやってることっていうのはパターン認識、はい、検査データを見て、はい、まず診断をつけると、はい、でその診断さらに検査データを見て治療法を決めていく、はい、でこれは今でさえ多くの部分はもうコンピューターがやった方が正確じゃないかな、はい、でそうなってきた時に、はい、それはいいことなのか、はい、悪いことなのか、はい、いわゆる世間一般のイメージは AI が導入されたら 100% 正しくて 100% ミスをしないっていうふうに思われがちなんで、そうすると必ずどんなことであれ、ミスとか事故とかそういうのって起こってしまうの でその時にやっぱりちゃんとこうそれをこう説明したりとか言い訳するっていうわけじゃないんですけど、結構そういうことができるようになっていかないと、まあこうなんていうんでしょうかね、社会になかなか導入されていかないっていう面はあるのかなとは思ってるんです。そうですね。